あ、入れ替え、はい、入れ替え、昨今ですね、SNS でのね、誹謗中傷が、ね、問題されてるんですけどね、大体ね、そういう人に限ってね、面と向かって物事を弱弱んね、弱っちい人が多いっていう意味で、作った歌でございます。アンチの人とかもね、芸能人に対して好きなことなんやかや言うてるけどね、面と向かって弱弱んのじゃん。アホやから。クソガキ、いや、クソガキじゃない、お言葉が、心が、クソ、お子ちゃま、お子ちゃまのね、方々がね、因果応報ってほんまにあんねんでって、発した言葉はね、悪いこともね、言うことも自分に返ってくたら気ぃつけなはれやって意味で作った歌です。聞いてください。タイトルそのまんま、因果応報、作詞作曲、久保ちゃんです。ありがとうございます。